んブヒブヒブ小豚ニュースのお時間です。今回は無人運航船というお話です。無人運航船プロジェクトめぐり2040。コロナ禍の2020年2月日本財団が中心となり、無人運航船の実証実験に関する技術開発共同プログラムを立ち上げました。無人運航船プロジェクトめぐり2040は、高齢化、人口減少が進む日本において人材不足への対応、約400ある離島へのアクセス向上と海難事故減少を目指し、2040年までに内航船の 50% を無人運航船となることを目指しています。また、国際的なルール作りに我が国が先鞭をつけることで大きな影響力を発揮できるとしました。国際的なルール作り。現在、国際海事機関 IMO では自動運航船 MAS に関する国際ルールを話し合っている最中です。第1フェーズでは、2022年までに5つのコンソーシアムが実証実験を実施しました。船舶交通の密集する海域での航行や長距離航海、水陸両用無人運転技術の開発、小型観光船の無人運転、無人運航を実現するシステムを搭載した新造船を建造、コンテナ船を対象とした無人運航システムを開発などが行われました。ディーバスコンソーシアム。第一フェーズの一つで、コンテナ船スザクとスザクの無人運航の監視・遠隔操船が可能な陸上支援センターを用いた実証実験を、船舶が多数行き交う東京港から妻須坂港で行い成功しました。このプロジェクトは国内の多種多様な30社で DFAS コンソーシアムを組み、オープンイノベーション体制で開発を進めました。陸上支援センターと船と通信衛星のそれぞれのシステムによる無人運航システムにより航行に成功しました。第2フェーズ。2022年秋以降の第2フェーズからは、完全自動運航が一部可能な自動化レベル自動運転レベル4相当を目指し、50社を超える真のオールジャパン体制で始動しました。実証実験のみならず、社会実装への対応を目指しています。2024年7月18日には、陸上から複数船舶の航行を遠隔支援する陸上支援センターが完成しました。2025年7月から実戦での実証航海が始まります。めぐり2040では、2025年までに無人運航船の実用化を目指しています。海洋国家日本、頑張れと思った。海なし県在住者はチャンネル登録よろしくです。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブー。